おはようございます。山男チャンネルです。今日も近くの山に、キノコ狩りに来ております。まあ、だいぶね寒くなってきてますので、栗竹とかあと霜降りしめじを狙っていこうかなと思いますが、まあ、どんな感じで取れるかね、行ってみたいと思います。はい、こちらヌメリスギタケですかね。今日初めてのキノコです。で、傘や茎にはぬめりがねあるみたいで、かなりこう傘にね特徴のある片鱗がありますけど、これがね特徴みたいです。食べれるキノコで、汁物とか鍋物、酢の物にいいですよって書いてあります。2種類目のキノコ、これはね花井口ですね。これはもう有名というかすごくね人気のあるキノコで、この傘の部分がね濡れると結構ぬめりが出たり、あとは傘の裏側がね黄色くてスポンジ状だったりっていうの、特徴がねあります。ここにもね1個、もう1個ちっちゃくてね食べやすそうなやつが出てますが、ちょっと数がね少ないので、まあ帰りにね、取るかどうかまた考えたいと思います。結構ですね土が乾いてますし、あとは気温がねだいぶ下がってきたんで、まあ、キノコ狩りもね終わりかなっていう感じです。この山もね今年何回か来ましたけど、こんなにねこうキノコの種類が少ないのはね今回が初めてですね。なんかもうちょっとね何種類かキノコに出会えるといいんですけど、ちょっと頑張ってみます。今日も霜降りしめじと、出会うことができました。見にくいですけど、これですね、これとこれと、あと手前にもあります。松と広葉樹がね、混じるようなところに入るっていうことですけど、まあ、こんな感じでね葉っぱがかぶってるところに、ね、には出ないので、もう土がねあらわになってるようなところに出るキノコです。結構乾燥はしてますね。結構ね大きくなるところもあれば、まあ、これぐらいがね、まあ、大きさの限界っていう場所によってね、やっぱりキノコのサイズも変わってきます。すごいちっちゃい感じでね、もう土の中からね入るような感じなので探しにくいですね。当ててきてます。1個ね見つけられると結構たくさんまとまってね取れるんですけど、分かりにくいキノコなんで1個探すのがね結構難しいです。美味しそうには見えませんが、まあまあね量が取れました。この辺りも結構ね霜降りしめじが生えてますね。この辺ちょっといいやつがあります。この辺りは結構ね傷んでなくて綺麗なやつが出てますね。これがすごい綺麗ですね。ちょこっとだけ栗竹があります。古いね木から出ることが多いですけど、これは土の中から出てますね。お、これでかい。多分まあこのね木の根元というか根っこからね出てるんだと思いますけど、花井口ですね。結構乾燥してますね。寒さとね水分の少なさであまり成長できないような感じです。すごいでも綺麗で食べ頃ですね。山から降りてきまして、本日の成果はこちらになります。
手前が霜降りしめじですね。結構、まあ、量はまあまあ取れましたね。で奥は花井口ですね。だいぶね量減ってきましたけど、割とね綺麗なやつが取れて満足してます。はい、ではこれでね動画の方は終わりになります。ご視聴ありがとうございました。面白かった方はねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。